はいどうも、SNC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。最近のさ、あの LP ランディングページね、まあそのなんとかする方法とかってタイトルに書いてあって、ああだこうだ説明があって、お客様の声とか書いてあって、で特典がとか書いてあって、でお申し込みはこちら、もしくはまあ登録してね、で無料でその役立つ情報を配信しますよ、メルマガに登録してねみたいな、まあランディングページですよ。あのさすげー短くなってるな最近。でも短いのが多いんだ、旬なんですよ。でまあその僕最近ちょっとその多すぎかなと思いますけど、まあ仕方がないので話しますけど、やっぱりまあ仮想通貨系のこうやってやったら儲かる ICO 案件がありますよみたいなやつあのさ LP が短すぎだろ、舐めてんのかって思うよね。あのもうね、詐欺師ですらない本当に。まあ詐欺なんだ、詐欺っていうかまあ悪質なんだけどさ、あの今まではそういうやつらはある程度稼ぎたいってネットビジネスの業界に足踏み入れようかなって思ってる人に対して、こう要はアピールしてたんだ。だからまあライティングちゃんとやってた、まだ、うん、まあそのすごく目を引くタイトルね、すごく目を引くタイトルと、まああなたこういうお悩みありますよねっていう、その、顧客の消費者のそのランディングページ読んでくれてる人の心の痛みに、まあ痛みを指摘して、でそこに寄り添う感じだよね。こういう悩みありますよねって、でこう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 なって、こういうふうなことになってしまうんじゃないかと思ってますよねって、そういう不安ありませんかみたいな感じで、顧客の心をこうちょっと触るっていう、今すごく大事な話してるよテクニック的には、ね、ライティングの話してるからさ、ちょっと心の痛みに触ってあげて、で改めてそれ痛いでしょって気づかせてあげるってことだよねそれ心痛んでるでしょっていうのを気づかせてあげて、で、まあそれに対してのそのまあ解決方法実はあるんですよって話かな。まあ解決方法があったらいいと思いませんかっていう話だよね。あったらいいと思いませんか、実はあるんですよ。でその内容としてはこう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 いう内容、まず第1にこう、第2にこう、第3にこう、でそういうようなのをまとめたその究極のまあその解決方法っていうのは実はこういうのがあって、それ知ってましたか、知りませんでしたよね、普通知らないんです。で知ることができたあなたはラッキーですね。でこれを使えばどうなるか、これを使えばどうなるかっていう、そのお客さんにとっての喜ばしい未来を見せてあげるってこと。スペックの説明もまあ若干あるけど、その商品のスペックとか機能とかの説明よりも、あなたがこれを使えば、購入すればどういうようなあなたに変身することができるんですよっていうことを説明するってことだよね。まあお金系の話だったら、お金持ちになってこうやって楽に稼ぐことができるんですよ、そういうあなたになりたいですよねってことだよ。うん、機能とかの詳しい説明とかあんまりはしないよね、難しいからね。で、こういうこれを使えば、簡単に言うとこう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 いうやり方で、簡単に言うとこういうやり方でこうなって、でその結果あなたの人生はここ詳しくこう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 いうことができるようになり、こういうことも楽にできるようになり、であなたが今頑張って作業してる、それがすごく効率的になって、でまあお金もバンバン入ってきますよね。あの擬音語を多用しながらね、チャリンチャリン、ガッポガッポねもうやだ、もうこういう業界でチャリンチャリン、ガッポガッポですよ。で、そういうような、あとそうそうそう、スマホをポチポチするだけでポチポチね、アホを相手にしてんのかなって本当思うよね。僕あんまり使わないでしょ、僕の SSC、 まああれだいぶ前に作ったやつだから、 SSC コンサルティングのホームページの中にも、まあ各それぞれ商品の説明ページが軽くランディングページみたいなのを意識して作ってるけど、そこまでさ、なんか小学生攻め落とすような表現俺しないよね。でもまあ一般的にはそういう表現が多用されて、で、これを使えばね、使った結果、実際に成功した人たちの声が実際に届いておりますので、ご覧くださいで。まあ、使った人たちの声、成功者の声、あとはまあ推薦だよね。どうしてもその初めての商品とかだと、まあ成功者いないわけで、初めてリリースしてるからね。だから成功者いないので、初めての商品であれば推薦を受けてます。こういう人たちが応援してくれてますよとか。うん、
そういうそのまあ第三者からの客観的な声だよね、を入れて、であとはまあ Q&A とか、あのお客さんが心配するであろう部分に関して事前に説明してあげて、こういうご質問がありますので、まあ事前に見ておいてくださいと、まあ大体こんなご質問ですねって、それに対してまあ安心させるような言い方で安心させてあげて、で特典、これを申し込みしていただくとこういう特典もついてるんですよ。でまあ僕は期限切らないの、絶対、うん、僕期限切るの嫌だったから、ちゃんと考えたかった、ちゃんとこの商品は自分にとって役立つかなって少しは考える時間くれ。で、それをさ、この辺にさ、バーンとこう、何？連動広告みたいな感じでこう出てきてさ、こう動かしても下がってもついてくるさ、こう、カウンター？ビビ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 って残り24時間ですみたいな。ざけんじゃねえよって思うよ。本当に大っ嫌い、ああいうの。もしかしたら僕も将来的にやるかもしんないけど、多分やらない。うん。考えたいじゃん。俺考えたかったもん。だから僕はやってない、そういうの。そうやって客を焦らせるやつ。客を焦らせた方が儲かる、それ。客を焦らした方が儲かるけど、俺はそんなんで、商売やりたくない、マジで。うん、本当に嫌だ。で、まあ、そうやってこう期限を切って、で、これはその、あれですよと、何日間の限定ですよ。うん、で実際に何日間しか限定がないような感じのカウンターとか出して出せるんだとね。でお申し込みはこちら、もしくはまあメールアドレス登録してね、でリストを集める、もしくはそのまま商品売る、この流れだったじゃん。せめてせめてその流れだったじゃないですか。なんだ今の LP は、特にその仮想通貨とか、うん、まあこういう儲かる方法あります、こうやってこういう時代が来ます、誰でも儲かります、うん、無料でいくら差し上げます、仮想通貨ね、仮想通貨無料でいくら分、うん、差し上げるキャンペーンやってます、うん、登録して。言い方悪いけどアホの子を相手にしてるんですよ。もう大っ嫌い、マジで。やりすぎだろ。何を狙ってるかっていうと、ネットビジネスの業界の人たちをほぼほぼ狙ってないのよ。もう一般人の全然何も知らない人、要はそのいわゆる情弱みたいな人を狙ってんの。本当に本当の情弱狙ってんですよ。だからおじいちゃんとかもにも分かるような内容の短さ、だからあんまり物考えない人というか情弱と呼ばれるような人たちは読めないのよ、もう LP が長いから、長いから読み込むパワーがないの。そういう層をもう狙ってんだよね。だから短くなってんの。長くしたって読まねえからね。途中で離脱するだけだから。うん。だから最初にボーンと差し上げますって言ってんの。仮想通貨何円分差し上げるキャンペーンやってますって言ってんだよ。まあやってるかどうか実際わかんないけどやってないでしょ。うん。ね。こういうことしたら差し上げますよとか。うん。ここにこういう流れにやって登録してくれたら差し上げますよって後から言ってくるんだ。うん。LINE アットとかに誘導してね。多分、俺登録もしたことないけど、それ。ね、もうこういうのやめようぜってことですよ。せめてじゃあライティングをちゃんと学べばいいじゃないですか。それは真実なんだからさ、確かに。うん、お客さんの心をちょっとその痛いでしょって言う。ね。稼ぎたいでしょ、差し上げます。ねえわ。誰でもできるわ、そんなの。だからそれをやってると、こう、客の気持ちがわからない、お客の気持ちに寄り添えないビジネスマンになるんで、いつかしっぺ返しを僕は食らうと思ってます。うん、なんかすげえ炎上したりとか、なんかわけわかんないことになってめんどくせえなっていうことになると思ってるんで、ちゃんとさ説明してあげなよ。だから頑張って、まあ、せめて僕のさ SAC コンサルティングのさ商品ページのさ有料動画のね、あれぐらいの量はせめて書こうぜ、文字で。うん、なんかボンバンピン登録みたいなのやめよう。っていうことですよ。でそういうのを見つけたら絶対に登録しないでください。まあ勉強のためにね、絶対申し込まないと思って、まあ登録したりとか、メルマガの流れを勉強するとかさ、そういうやつらがどうやって商売やってんのかを勉強するために登録するのはありだし、でもしお金に余裕があるんだれば実際にその商品購入したってもちろんいい。うん、でも信じてこれで稼げるかもと思って登録しちゃダメですよ。うん。
で、その時に注意してほしいのが今日の話したいことの第2で、特定商取引法に基づく表示っていうところが、表示っていうのがこの辺に、あ、入ってるね、この下の方にね、ピーと書いてるから、特定、まあいいか、わかるか、特定商取引は商取引で、特定商取引法に基づく表記、表示っていうのは必ず書いてますから、そこをクリックしてチェックしてください。で、僕結構チェックしてるんですけど、本当にアホばっかりですよ。アホっていうか、要はその詐欺ばっかりですよ。違反ばっかりですよね。特商法違反ですよ、うん、販売者名って、あ、違う、責任者名か、販売者名は会社名でいいんですけど、あの責任者名も絶対書かなきゃダメなんだ、うん、でも書いてないんだよ。販売者名はさ、例えばさ、販売者 SSC コンサルティングだとするよね。これ 特商法のページね、これね、特わかんない。で、販売者は SSC で、で、あの商品のそのね、あのこの責任者っていうのも書かなきゃダメなんですよ。責任者、ここ個人名だからね、絶対だから。個人名出てないやつ多すぎるよ、見てたら。僕だったら月より優位やって書かないといけないの、うん、で、表示させないといけないんですよ。で、さらに厳密に、突き詰めると、ちょっと奥の手があったりするんだけど、会社の住所とか、電話番号とか、メールアドレスとか、全部書かなきゃダメなの、ちゃんと。うん。全然なってないね。だから普通の会社だったら、この特商法のページ見ると、少なくとも僕ぐらい、まあ、ほぼほぼ個人でやってる会社ですら、まあ僕はちゃんとやりたいから、何項目ぐらいある?数えてみて。今パッと数えられないけど、項目的には1、2、会社名、住所、電話番号、メールアドレス、責任者、URL、返品返金、商品お届け時期、商品の、なんちゃら。あとまあこれぐらいか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 項目か。それ以上ぐらいはあるぜ、うん。で、アマゾンどうだったかな、忘れたけど、まあ大きい会社になればなるほどこれが増えてくるよ、うん、もうちょっと増える。省略してもいいところもあるので。でもさ、そういうさ、その詐欺ランディングページ見てると、大体ね、2、3項目とか5項目ぐらいで、明らかに絶対足りないのそれだったらもう書かなくていいよ、どうせ違反してんだから、はあ、そういうところを見てチェックしてください。ね、悲しい騙されちゃう人多い。だから少なくとも、言っとくね。じゃあ会社名は当たり前に出てなきゃダメ。会社の住所は当たり前に出てなきゃダメ。電話番号、メールアドレス、絶対。で、そのホームページの URL も必ず。まあ、これは簡単なんだから。だってこの LP のホームページの URL 書いておけばいいんだから。それすら書いてねえからね。お前だって LP 作ったんだろって。作ったんだったら、その特徴法のページまで作ってんだったら、さらに。じゃあそのページの URL 書けや書けって言われてんだから、経済産業省からよって思うよね。書いてないんだ。要はだらしねえんだ。だから何にも勉強してないです。これ基本だよ。特徴法の表記って超基本の基本だからね。ネットでやるんだったら、まず井の一番にそこを考えなきゃダメなとこで。うん、で、あとはその、まあ、責任者名、これも絶対名前書いてるかどうか、個人名山田太郎、うん、何でもいいから名前書けってことですよ。あの詐欺のさ、パチンコ攻略詐欺とかさ、競馬情報詐欺のホームページとか見るとさ、あの名前書いてるぜ。詐欺師でもちゃんとやってんだよ。だからネットビジネスのああいうやつらって本当詐欺師以下だよ、マジで。で、その責任者の名前はもちろん多分偽名だと思うよ。パチンコ攻略とかさ、競馬情報詐欺のさ、あの責任者名のとこなんてさ、まあ、いない人の名前書いてると思うけどさ、それでも書いてんだよ。でも最近のそのネットビジネス系のさ、LP とか書いてないからね。アホみたい、本当に。うん。で、あと返品なのか返金なのか。うん。返品は可能か不可能か。
僕の場合は不可能ですよって書いてます、普通に。これちゃんと書いてください。で、あのさ、0円とか書いてるやついんの。要はそのここで売ってなくて、ここで商品売らないで、まあ後から購入させて、要はその LINE アットとかにまず登録してね、このページでは売ってないから0円とかだったら、もう特殊法の表記いらねえよってことなんですよ。もう意味がわからない。なんかずっと適当にやってる人たちみたいね。で、 LINE アットに誘導して LINE アットで売るから、だからここに書いてないんですよ。だったら LINE アットで売る値段書いとかなきゃダメなのよ。で、それの商品お届け時期ね、売るんであれば、ずっと無料情報だけ提供し続けるんだったら書かなくていいし、もうそもそも特殊法の表記いらないから、うん、商品お届け時期は、まあ、2、3日とかさ3日以内とかさ、1週間以内とか書いとけばいいんじゃないですか、うん、で、最低限そんな感じでさ、書いてないのはダメだよ。だから特商法のページはネットビジネスで仕事する以上絶対に必要だから、ちょっとでいいから勉強しよう。ちょっと特商、特定商取引法の表示とはとかで検索すればすぐわかることだから、本当に簡単なことで、難しいのはこれをネットに残さないようにどうしようって考えたりするのが難しかったけど、うん、でも合法的にやる方法はもうお伝えしたでしょ。これを画像化しなさいよと。それはまだ今現状セーフだからねって。画像にしちゃえばまだ Google は厳密にはこうクロールしてないよっていう、その画面をね、画像を、だからこの画像を作ってそれを貼っておくっていう、ホームページ内とかブログ内に貼っておくってすれば、まあ訪れた人は見えるけど、インターネット上の簡単に言うと記録には残らない、画像だから、うん、インターネットというか Google は画像をまだ厳密には判断できないからね、っていうテクニックはあったりとか、まあその責任者名とか住所とか電話番号に関しては、もし顧客から求められた場合に遅滞なくですよ、その遅れることなくすぐ、はいこうですよって開示できる、そういう仕組みがあるんであれば、ページ自体には書かなくてもいいですよっていう決まりはあるんですよ。でもそういうランディングページ、そういう仕組みないじゃん。ここにおめえのメールアドレス登録しろやって書いてるだけ なんだから、だから省略しちゃダメなんですよ。もし特商標のこの詳しいね、責任者名とか住所とかその辺の電話番号とか、まあその嫌がらせ防止のために書いてないから、知りたかったらすぐ教えるから、ここに連絡してねって書いてあればいいですよ。書いてるんだったら省略してもいいんです。でもそれも書いてないで、ただめんどくせえから省略してるだけっていう、このアホどもめ、本当にもう許せないよ。みんなちゃんと頑張ってんだからさ、あなたも頑張って。で、僕はその常々言ってるけど、最近多くて申し訳ないけど、こういうことやるやつは大体仮想通貨の、仮想通貨で儲けましょうって、バカども、あれはね、あれ僕言ってんのあれだよ。そういうやつらがまともに仮想通貨みたいな危ねえもんを取り扱えると思います？うん、取り扱えるわけないじゃん。見立てだって甘いに決まってんじゃん。当たり前のことだよ、そんなことはね。だから騙されないようにしてまだあそこは正しい世界じゃないから、うん、まだダメまだ少なくとも僕の視聴者さんとかはまだダメ。もうやってる人だったら多分僕のチャンネルあんまり見てないで、もっと仮想通貨、仮想通貨のチャンネル見てると思うけど、うん、そんな適当なやつらが ICO 案件がありますって、嘘に決まってんじゃないですか。でも、まあ普通の人は本当かなと思っちゃうんだよね、ああいう感じでドーンって出てたらね。僕はまあ幸せなことに探偵屋さんっていうのをやってて、で2回目に入った2社目の探偵者では詐欺師をとっ捕まえるってことばっかりやってたから詳しいであってね。だから僕の幸せなところっていう言えばそうなのかもしれないけど、だから教えてあげてるじゃないですか、うん、そういう見分け方とかさ、あんなのダメだ。そんな適当なやつがね、そんなその極秘情報を手に入れてるわけないじゃないですか。じゃあなんだ、自分らで作ってんだ。で、手のいい感じで、ダメでしたって。でもこれ投資なんでって。以上じゃないですか。そんな簡単だよ。
で消費者センターとかなんだっつったってね、消費者センターはまだよく分かってない状態で、うん、でまあ投資だからねって言われちゃえばまあそうかなっていう、別に元本保証してるわけでもないしね、ね、元本保証、要はその100万円投資して100万円は必ずお返ししますよっていうのは元本保証って言うんだけど、元本保証したら投資では基本的にアウトなんだけど、元本保証もしてねえしなって、まあしないからね、あんまり情報ない情弱向けにやってるから元本保証とかそういう難しいことを言わない、ただまあ儲かりますよっていう言ってるだけ で投資なんだから当たり前に損する可能性あるよっていうスタンスで、その辺詳しく説明しないんですよ。で損しちゃった、ね、困った、どうしようで、まあ弁護士とかまあいろいろ相談したとしても、いや投資だからねっていう、それ損するよね、出資したんでしょってことですよ。 ICO 案件ってそういうことでしょ。僕よく分かんないけど仮想通貨ICO ってさ、出資でしょ簡単に言うと。これがコインなだけであってさ、これ出資だね。仮想通貨分かんなくても分かるよこれ出資でしょ。僕が株式会社月織っていうね株式会社月織っていう会社を作ります。で友達に、いやちょっとお金貸して出資してって言ってるんでしょ。でこれを借じゃなくて、借金じゃなくて出資でお願いって言ってるんだよね。で友達が、まあ、こいつだったらね、ある程度儲かるかもしんないから、いいよ出資するよっつって50万円出資してくれたとする。で僕は仕事で頑張る。で実際に利益出ればそれをそのまあ出資の比率に応じてお返しする、うん、そういう話はしといて。でも借金じゃないからさ、別に返す義務ないんですよ。だから一生懸命やって失敗して50万溶けちゃいました、ごめんなさい、お前返せよって言われたって返す必要ないですよ法律上。だって出資だからね。ここの事業に、僕の事業に、やってる事業にこう将来性を感じて出資してくれたんでしょ。でそれが失敗したらなんで返さなきゃダメなんですか法律上問題ないからね。それ ICO ってそれだよね、間違ってないよね、あの仮想通貨詳しい人。だから当然元本割れするどころか全額返ってこないですよ失敗したら。それが普通です。うん、だから僕出資しないもん、嫌だもん、うん、出資はしない。でもちろんお金も貸さないけど、でもね今までまあ出資というかまあ出したことあるそんな時は僕の出資の意識じゃない、ああいいっすよあげますよっていう感じ、うん、それで僕もじゃあちょっとその面白い話に乗らせてくださいと、まあ勉強代っすねっつってお金、払って、まあ相手にとっては出資なのかもしんないけど、やっていろいろ話ずっと聞いてたことある。まあ大体そういうのはあんまり儲からないよね儲からないよ他人のあれに乗って儲かる世界の人間では僕らはないのね。そういうのはそのジョージ・ソロスだなんだ、そういうもっと上のね、社会を牛耳ってる人たちの世界の話で、僕らはそんなのに乗ったって儲かりませんので、自分の力でのし上がっていくしかないんです。はい、今回はまあちょっと厳しいね話したけど、あなたのことが心配だから言ってます。うん、心配だってそのお金だってさ、一生懸命貯めたお金なんでしょ。うん、僕もお金ない時あったから分かるよ、大事だよそれを。さ、そういうさ、何の勉強にもならないところにぶっ込むのやめよ勉強になるところにぶっ込めばいいじゃん。だから僕は普通の情報商材を買ったりしたよ、最初の頃は普通の情報商材を買ったりした、ネットビジネスの、うん、だから儲かる、ああそうだ、儲かるための情報商材って俺買ったことねえな。ライティングの勉強をしましょうとかさ、 SEO とはこうですとかさ、こういうようなマーケティングでお客を集めましょうっていう、そういう情報商材しか買ってないわ。そういえば、あ、今初めて気づいた、こうやれば儲かりますに乗ったこと一回もないね、うん、情報商材買った中でね、こういうやり方をすれば集客率がアップしますよっていう、儲かると直結してないじゃん、うん、儲かりますのその騙す感じの商品は買ったことない。やっぱ勉強になるなと思って買うんだわ、そういう買い方しようね。だからその仮想通貨とかのなんかこう ICO 案件がありますで、そこで ICO って何なんだろう、勉強してみようかなっていう、
気持ちで申し込むんだったらいいんじゃないですか。でもそれでも儲かろうって考えるとダメだよね。はい、っていう感じです。うん、心配、僕はあなたが心配です。だからちょっと厳しい言い方になりましたけど、頑張っていきましょうね。今回は以上です。 SSC コンサルティングのスキョリでした。ではまた。